2020年、中部国際空港にて2014年、ニューデリーにて赤羽和義は日本の政治家、公明党所属の衆議院議員、国土交通大臣、水循環政策担当大臣、趣味はラグビー、中国語、絵画鑑賞。2021年8月16日、野党が求めている臨時国会の召集について赤羽はツイッターに、 臨時国会の開催については国会が決めることでして内閣には何の権限もございません。ただし閉会中の今も毎週委員会は開催しており今週もに内閣委員会が開かれます。と投稿した。憲法53条が内閣は国会の臨時会の召集を決定することができる。 いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならないと定めていることなどを理由に反論が相次ぐとお騒がせし、すみませんと謝罪し、私の申し上げたかったことは、内閣は臨時国会の召集を決定することができるのは憲法53条にある通りですが、実際は臨時国会の開催時期やその期間などについては、 与野党の国体委員長官で話し合いが行われ、実施されてきたのが慣例でしたということですと、釈明したが、しなければならないを、することができると解釈していることを指摘する声が上がった。2013年12月5日、福島第一原子力発電所事故の関連問題についてアメリカ合衆国原子力規制委員会委員長のアリソン・マクファーレンと会談する赤羽。 ありがとうございます。